けましておめでとうございます。ようやく福袋の準備が会場を整いました。10日から15日まで花房の初売りでございます。その福袋の内容をね、今日はご紹介をさせていただきたいと思っております。明けましておめでとうございます。着物花房でございます。どうぞ2022年本年もよろしくお願い申し上げます。恒例の呉服袋という初売りでございます。呉服袋っていうのは、5つの福袋ね、5種類の福袋なんですけれども、うちの場合は自分で作るっていうのがちょっと特徴かなと思っております。ご自身で好きな組み合わせを作っていただく福袋でございます。そのね、ちょっと1の服っていうのは置いといて、2の服というのは顧問、ここにある顧問または色無地ね、今からご紹介します。そのどの着物とこの合わせていただいても、で洗える帯、着物と洗える帯合わせていただいて17万、この、これは税込みです。税込み、仕立て代も胴裏も八掛けも帯の寝台もみんな込みで、セットで17万というものでございます。セール品とかではなくて、でも普通のプロパーのもので、お届けをいたします。でそれから三の服っていうのは顧問色無地、ね、とあと長襦袢、うちの洗える一番のこううちのロングセラーというかベストセラーね、やっぱりこう下着だからね、洗えると便利だし、うちの襦袢はお襟がとても綺麗にくるっとつくので評判の襦袢ですね。それが合わせて16万というが3の服になります。で4の服っていうのはそのこの顧問と、あとは証券の袋帯、証券の帯ね、袋帯もあれば名古屋帯もある、それを合わせて15万、税金込みで仕立て代も込みで15万というのが4の服に入っております。それで1の服っていうのは2022年に引っ掛けて、着物、好きな着物と、長襦袢とお好きな帯と全部組み合わせて22万という福袋をご用意しております。皆様にね、ご自身で作っていただくので、じゃあどんなものがあるのかなっていうのをまたご紹介していきたいと思います。じゃあね、まずは顧問、着物の方ね、着物の方どんなものがあるのか、この店内ご紹介していきたいと思います。まずこちらの端の棚、江戸顧問がずらっと並んでいます。この江戸顧問と先ほどの帯を合わせたり、洗える帯合わせたり、証券の帯合わせたりしていただく感じですね。でここにはちょっとシャレ顧問、外出着とか稽古着とか町着とかって言われているようなものがここにございますね。それから皆様の一番人気高いのはこういった飛び柄顧問などが人気が高いところですかね。こういったものと帯と組み合わせていただけます。好きなように自由に組み合わせていただけます。じゃあどんなものがあるのかご紹介していきますね。江戸顧問だったら、そうだな、これは尻尾、極尻尾、小さな尻尾です。だいたいね、顧問で11万とか12万とかそこら辺ぐらいのもののプライスのものが多いですかね。これは抜き顔が入って
抜き紋のできる江戸小紋です。まあもちろん抜き紋しなくて普通にできてても動く尻尾ね。それとかこのこれは大正あられ、大正あられ。江戸小紋っていうのは、まあ、無地に準じたというような位置づけで着られますね。まあ遊びで着るのもとても帯合わせも楽なのでね、なかなか、おしゃれだなと思います。これは宝尽くし、ちょっと見にくいかな、この軍配とかが今見えてると思うんですけれども、いろいろな宝物が詰まっている宝尽くしの江戸小紋。これに今私がこのしているこの帯もね、後でご紹介して出てきます洗える帯でございます。この洗える帯とこういうものを組み合わせて、17万は1の服でございます。あ、ごめんなさい、2の服でございます。17万2の服でございます。江戸小紋もあります。そうだな、染めびただったりとか、はい、これは染めびたの小紋。今年の去年か、もう去年の秋にねシャレ着で出したばっかりのものです。これももちろんその選んでいただける。これなんかさ、どう、羽織とかにしても素敵じゃないですか、羽織。あ、そう、仕立てるのは着物じゃなくても羽織でも道行きコートでもみんな同じお値段です。長コートにしたいよっていう方だけちょっと5500円プラスしてねっていつも言っております通り、こんなので羽織を作っても素敵なと思いますね。これも、これも染めびった。私これ着物にして着てる、インスタライブでも何回か着たので覚えててくださってる方いらっしゃるかもしれません。ちょっとかっこいい、これに帯を合わせていただいて、それで17万という、それに、長襦袢を合わせると16万ですね。こんな白いものなんかはすごくやっぱ洗えるものならではだと思うんですね。これは麻の葉くずしですね。これにちょっと後でご紹介するような、そうですね、長襦袢なんかを合わせていただくと、長襦袢合わせていただいたらもう洗えるもの同士無敵、そんな感じで着ていただけると思います。洗濯機でね、じゃがじゃがじゃがって洗えちゃいますからね。これに長襦袢を合わせたものが2の服、16万でご提供しておりますね。こういうシャレコも、まあ、間違いをね、どうせだったらね。あ、そうそう、私が着てるこれ同じものもあります。これね、結構凝ってるんですよ。大正あられだったり、江戸小紋見えるかな、江戸小紋じゃないわ、そのサメ小紋か、サメ小紋だったりっていうのがこういう風なね、切れ取りになっているんです。こう切れ取りっていうのは三角だったり四角だったりっていう、こう、切り分けたみたいな感じの模様取りになってるの、切れ取りっていうんですけどね。これ私と同じ、これに帯合わせて、長襦袢合わせて、それぞれ17万16万15万っていうような、これなんかだったら着方次第で、それこそこうやって名古屋帯でシャレ着にしてもいいしね、私みたいにこうやってシャレで着てもいいし、後でご紹介する袋帯なんかを載せたらもうパキパキの冷装になってしまうのではないかと思います。こういう、まあ、江戸小紋、シャレ小紋もあるし、皆さんこういうね、飛び柄で、人気の高い飛び柄小紋で、お作りいただいても、お選びいただいてもよろしいかと思います。これは随雲に熊井笹ですね、うちで言ったら一番人気の高い飛び柄でございますね。これも何本かありますよ、もちろん着物にしてもいいし、ね、羽織にして着ていただいても、一番上のものだからね、洗えるからね。
それからこれは四君子、うちのこれも定番の柄ですね。あのでもね、定番の柄でもいつもこう色違いっていうのはもう一品ずつしか染めないからね、ずっとそれがいろんな色で染まってってる。型紙っていうのはもうちょっとね、財産なので、それ使いずっと使わせていただいてますけれども、これ梅でしょ、笹でしょ、蘭、それと菊、これ万寿菊ですね。それを4つのお花の名前がをあの合わせて、これ四君子、4つの君の子供って書いた、あの伝統的な吉祥紋ですね。これとか、あとこれは野毛に切り吐くね。どう、こんな真っ白な着物なんて、なんか着てたらすごくかっこいいと思うんだけれどもね、えこんなの洗えるものじゃないと怖くて着れないと私は思います。こんな飛び柄さんだったり、これはピンクに小さな家紋、これぐらいの飛び感覚、女っぽいよね、こういう感じです。はいね、でそれとかもう打って変わって、島のこんなのもいいよね。こんな島の着物かっこいいとか思います。ちょっと黒地の帯キリリと締めて、まあ福袋の時だから普段は礼装寄りだけど、こういうの選んでみようかなっていうのはありだと思います。かわいいって入れていただきました。こんなかっこいい系の小紋を、島小紋を選んでもいいのかなって思います。もうね、ほんと、あ、そっか、ぼかしね。あとはもうぼかしも今回の、今回の福袋の中、ぼかしを選んでいただいてもいいんだよ。あの、引き染めという手法で職人さんが手で行って行って染めているのがこの、ぼかし、手ぼかしの顧問です。すごく綺麗な色、こんなので一重とか作ってもいいと思います。引き染めっていうのとしけ引きっていうのは違うんだよ。時々なんか一緒にしけ引きの着物くださいっていうね。しけ引きっていうのははけで履いたはけ目が見えてるのね。それはものすごいドカジュアルだから、それとこの引き染めっていうのはちょっと違ってくる。これは私の大好きな大好きな、あのラベンダーの、ラベンダーパープルの色、こんなのにあの合わせてもいいんじゃないでしょうかね。これもちょっと面白い感覚の引き染めの小紋です。これもね、袋帯したら冷蔵になりそうですね。そうです、その通りだと思います。なりますよね、やっぱりね。引き染めの小紋って、職人さんがあの手で引いてるやつって、型が悪いわけじゃないんだけど、やっぱパワーがあると思う。あの、まあ、見た目のパワーがすごくありますね。私は好きです。まあ、そう、あのその他にも、ここにあるものね、みんな、どれをちょっと私が今抜いたから歯抜けになっちゃってるけど、どれを取っていただいても全てその福袋の対象になっています。夏物は夏物なので対象外ですって貼らせていただいてますけれども、それ以外のものはみんなこれだけずっとあるんだからね。これ引き出しの中もたっぷり入ってるし、よく早く行かないとなくなっちゃうとかって言われるんだけど、もうこれなくなっちゃったら私も大変だ。もう全然、もうそんだけ売れたらもう大変って感じ。これはあの色無地です。色無地も今回の、福袋対象です。これだけあんのよ。これもうすごい色なんだもん。これが9のが12段あるんだから、これね、係がね、さっきね全部各一入れてたから、本当に賞味かけ値なしにこれだけ種類があるみたいですよ。
たまに私もこうやって揃えてみると気が遠くなってくる。大変だ、こんなに染めちゃったとか思って。まあこれね、全部こう同じように見えるけれども、これ広げると本当に全然色違うからね。でこれだけの地紋も同じ色、ここら辺は4つ同じ色かな、でも地紋が違うようになっている。だからあんまりその人とバッティングをねしないようになっています。この色無地だから茶道で、色無地と長襦袢作っておこうっていうような方、枚寸法でどうぞ、3の服でこちらと長襦袢と合わせて16万税込み仕立て代込みというようなお値段で、福袋出てますからね、どうぞその中から選んだらいかがでしょうか。でそれも着物もこういうふうに着物だけじゃなくって羽織とかにしていただいてもいい。だから形はどんな形でも大丈夫、長コートの時だけちょっと5500円プラスさせてもらうけれども、それ以外は同じ値段でね、こういうふうに、羽織と帯みたいな組み合わせにしてもいいと思います。はい、ではその一の服ですね。一の服どういうものがあります、あ、一の服だとまた違う、二の服どういうものがありますかっていうのをご紹介していきます。これが洗える帯です。洗濯機でぐるぐるは無理だけれども、お風呂場でジャブジャブとシャワーをかけていただいて洗っていただくことができる帯です。それをね、去年の春と秋に発表して結構百何十本か折ったんだけども、もう本当に全部なくなってしまった、ありがとうございましたっていうくらい皆様にお迎え入れていただきましたね。それの中でも一番こうリクエストが高かった、あれないんですかって言っていただいたものを6柄、もう一度折りました。まずこれがあの大使館道よりも売れたという唐花紋の帯ですね。これ本当何でも合わせやすいのよね。それでやっぱり街歩きの人たちに人気があったのがこの鳥獣戯画です。まあ鳥獣戯画全部なくなっちゃったのって言っても、まあ、5本だからね、これ折ったのね、前に折ったの5本だから、まあ、全部なくなっちゃったのっていう、感じなんですけど、この鳥獣戯画ももう一度ご用意しました。でそれとこの笹鶴ですね。お茶の方も鉄板よね。この間暮れに折り上がってきた時に単品でね、これ一座一本お嫁に行ってるんですよ。すっごくねダークな、地味な色無地にこれを合わせた方がいて、すごいかっこいいなって自分で思っちゃいました。それと春に発売してもうダントツ一番先に売れちゃったのがこのちょっと名前忘れちゃった、何だったっけ、名前忘れちゃった、これあみんな忘れちゃってるみたい、ごめんなさい。これは大使館道の、白ですね。困った時の大使館道という名前がある通り、いろんなものに合わせやすいって言われている、大使館道自体はそのまあかすりから来ているから、まあ、私はちょっとカジュアルに見えるんだけれども、でも法隆寺のね宝物に入っているからよくお茶でもね福沙とかそういうので見ることができますよね。だから色無地にされた時もあんまり抵抗なく合わせてらっしゃいましたね。合わせられました。はい、意外と素敵だなと思ってました。それと今日これ私がしている縦枠家紋か、縦枠家紋の帯ですね。こうこれもね、本当に意外と合わせやすいのよね。で、これはね、今大体 4,5 本ずつあります、折ったから。で、これが、割付断紋ですね。割付断紋、この帯を折り始めた時にはまだ在庫があるから私折らなかったら、その後トントントンと売れちゃって、これだけになっちゃったの。だから、これだけはもう最初1本しかないです。もう色無地だったらもう鉄板何でも合わせやすい。だからもう色無地の時の洗える帯、もうこれとこれとが人気を二分してましたね。はい、この洗える帯、7種類ですね。7種類、お好きなものを先ほどの、
コモンまたは色無地と合わせたのが2の服です、書いてあります通り17万円です。もう税金 もうあの仕立て代もみんな込みだからね、みんな込みで着物とこの洗える帯の、こちらが17万です。だからね、洗える帯って今25本ぐらい用意されているので、まあ言い方変えれば25組限定っていうことにはなります。25組限定がこちらの、2の服。それから3の服っていうのはこの長襦袢です。まあ鉄板でこれね、まあなかなか丸まってるとわからないんだけれども、これはこのぼかしの長襦袢がですね、そういうのもあるし、このヒッタ染めビッタの襦袢だったりとか、まあ、ここら辺はちょっとおとなしい系ですかね、襦袢ね。このかわいいチラ見えのかわいいこういうのもあるし、これはお好きな襦袢とお好きな着物と合わせていただいて16万という3の服です。はい、次にこの4の服っていうのは証券の帯、うちもね、洗える帯を出す前まではもうずっと証券の帯やってましたね。もうその話するとすごい長くなっちゃうんだけど、もともと洗える帯をやってたんでしょ。それが川島織物さんと組んでたんだけれども、その川島さんが、辞めてしまわれたので仕方がない、空白の20年ぐらいは証券の帯売ってましたね。これは袋帯です。これなんかすごいんだよ。これちょっと傷もんだから、傷っていうかほんの少し傷があるから、売り値はまあうちのことだから安くでしてたけれども、でもその傷さって、腹の中に入るぐらいのところにちょっとちっちゃなのがあるだけ、まあ、20万円ぐらいするやつだからね。それとこれの白夜清兵衛さんのこういう、これ袋帯、これも着物と合わせて15万っていうことは、まあ、着物自体が11万ぐらいなわけだから、税込み4万ぐらいの計算になるのねみたいな感じなんですけど、ね、合わせやすいっていうか、もう色無地なんかを締めたらこれは1本持ってた方がいいよねっていうものが、約10本ぐらいですかね、10本ぐらいのご用意があります。これが袋帯で、名古屋帯もどんなのがあるのってちょっと広げてもらってます。ここら辺なんかはお茶に使えるよねっていうものもあれば、まあおしゃれねって、おしゃれで使いましょうねっていうようなのもあります。この立花ね、これもまあこれとかこれとかはもう一人でも締められるような感じですよね。真夏以外締められるっていうようなやつじゃないですか。はい、これが15万の4の服です。もう洗える帯がほとんど、私もお客様がお問い合わせが多いというかなってきちゃったので、もう証券は見切ってるような形なので、大変にその元値から考えると一番得なんじゃないのって思います。だからいいのがあればぜひぜひ。それとこれが最後、ごめんなさい、最後じゃない、一の服のご説明をしていませんでした。一の服というのが先ほどの着物にこのお好きな帯、洗えるものであってもこの証券の帯であっても、こういう証券の帯であっても、何でもいいんです。好きな着物と好きな帯を合わせて
これなんかすごいよね。合わせてこのお好みの地盤も合わせて、はい、これで一の福22万円、2022年おことほいでのスペシャルプライスをつけてあります。3点だよ。好きな着物と好きな帯と長襦袢と、もちろんその22万という数に、数字には、お仕立て代も寝台も長襦袢のね、仕立て代、入り代みんな込みですからね。あ、絵文抜きも、通常2500円いただく絵文抜きも、あのみんな入ってのお値段ですよ。なんて太っ腹。そしてこれが最後、五の福でございます。はい、五の福12000円。もうこれはね、あ、ちょうどのところにかかってしまって出てこない、この綿圭さんの帯締めと襟秀さんの帯揚げの2つが、基本的にはね、その2つが入っています。基本的にはって言ったのは、その、こうやってね、ゆるぎの、これはね、綿圭さんじゃなくて、襟秀さんのゆるぎなのね。でも、ゆるぎっていいよね。真夏でも締められるしね。お茶でも、訪問着でも締めていいって言われてるのが、このゆるぎ。もあれば、こんな遊びのものもあるし、この三部紐と帯留めと合わせてこんな感じのものもセットになっていて、これが12000円です。これプラスチックじゃないよ、天然石の帯留めを合わせて、五の福12000円になっております。まあ、このようなね、あのものもございますので、ぐちゃぐちゃにしちゃった。はい、ありがとうございました。今日も見ていただいて、10日からね、15日まで呉服袋、恒例の呉服袋をやっております。まあ一応ね、予約をしなくても来れるのよ。予約しなくてもどうぞいらしてくださって大丈夫なんですけど、ただ、バーゲンの時じゃなくても、うち混む時って本当に4組ぐらい入っちゃうんですよ。でそうすると、私ともう一人しか店の中には原則2人で回すようにっていうことになっているので、4組だとちょっとその4組目の人が色無地欲しいんですけど、ちょっと後で来てもらえませんかみたいな感じのこともあったので、まあね、もうちょっとこのコロナが ややこしくなったら完全予約ですってお願いするんだけど、まあ、これぐらいだったらまあいいかなと思っていますんですけれどね。まあ、ただ、密が怖いとか、もう予約しないんだけれども、ゆっくりっていうんだったら午前中かな。やっぱり1時から4時までっていうのが、やっぱり皆さんね、家のこと済ませて、出てくるっていうと、みんなそれぐらいの時間になるのね。だからこの時間がちょっとね、一番危ないとは思っているんです。危ないっていうのは混むよっていうことですね。だからまあ予約をなさらないんだったら10時からとか、あと混むの嫌だったっていうんだったら、まあ午前中とかの方がいいかもしれないですね。はい、まあ、それだけのご、まあ、これだけね、ご用意をバーンとしてありますので、どうぞ皆様楽しみにいらしてみてください。10日からです。10日月曜日祝日から、その日からやっておりますので、ぜひ。でもちろんその後は1月の末ぐらいからは、また新作発表、どんどん新作を
出していきますのでね、そちらの方は、もう少し後でインスタライブでご紹介させていただきたいと思います。まだできてないの、まだ全部できてないのだからね、ご紹介したくてもできない、特に地尊さん遅いんだもん。じゃあまた、とにかくまあ福袋でお待ちしておりますね。はい、じゃあ本年もどうぞよろしくお願いいたします。またバイバイ。